続きまして、福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科准教授の、佐野秀樹先生より、ユーイング肉腫についてお話をいただきたいと思います。先ほどなんか荒川先生の あのお話の最後のところにちょびっと ありましたけども、ユーイング肉腫は肉腫で、小児がんのうちの非常に一つというふうに言われてますけども、非常に思春期や、若年成人にも、多いような腫瘍で、近年そういう、いわゆる綾世代というふうなところら辺でも、多いので注目されてきている、病気の一つだと思います。佐野先生の、紹介ですが、福島県立医科大学を、の小児科に入局されまして、そのままずっと、途中海外の方も留学されておりますが、小児の血液腫瘍を、そのまま一筋でやってきておられる感じですかね。で、ユーイング肉腫のですね、委員会が、JCCG 小児がん研究グループの中にもありまして、その中のメンバーで、現在そのうちのプロトコールのうちの一つ、限局性ユーイング肉腫の臨床試験 JESS14 の、研究代表をされているということですので、非常に珍しい希少がんの一つではあるかとは思うんですけども、今日は面白い話が聞かせていただけるんじゃないかなと思いますので、佐野先生ではよろしくお願いします。出口先生、ご紹介どうもありがとうございます。今日は息子と一緒に参加させていただいています。息子は下のブースでボランティアとして、このスタッフの皆様 のご配慮にいただきまして参加させていただきます。今日はユーイング肉腫という方の非常に珍しい腫瘍のお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日のお話です。最初にユーイング肉腫とは何かということ、あとはユーイング肉腫の治療の歴史ですね。あとは現在日本で行っている臨床試験と、あと新規治療についてのお話をしたいと思います。で、最初にユーイング肉腫という名前の元になったこの方ですね、ジェームス・ユーイングという方です。この方が1921年、今からほぼ100年前に、ディフューズ・エンドテリオマ・オブ・ボーン、微慢性骨内腫として報告したのが最初であるというふうに言われています。で、この方の名前を取って、ユーイング肉腫というふうに現在は呼ばれています。で、非常に有名な方のようで、タイム誌の表紙も飾っています。この前の号のタイム誌の表紙がマハトマ・ガンジーだったので、いかに有名な方かというのが分かると思います。ユーイング肉腫ファミリー腫瘍と呼ばれています。小児の悪性腫瘍の約 3% を占める腫瘍で、非常に小児の稀な小児の悪性腫瘍の中でもさらに稀な腫瘍でありますが、骨の原発の腫瘍、骨原発悪性腫瘍の中では骨肉腫に次いで2番目に多い腫瘍であります。ただ骨だけではなくて、それ以外の軟部組織と呼ばれている全身のいろんな組織から発生してきます。で、もともと骨から出ている古典的なユーイング肉腫に加えまして、骨外の軟部組織から出てくるようなユーイング肉腫とか、原始神経肺細胞性腫瘍 PNET と呼ばれているような稀な腫瘍、あと胸壁にできるアスキン腫瘍と呼ばれているような腫瘍、あとニューロエピテリオーマと呼ばれているような腫瘍群が同じ遺伝子的な背景を有するということで、まとめてユーイング肉腫ファミリー腫瘍と呼ばれるようになりました。後発年齢は10代です。で、患部が腫れたり痛みを生じて見つかるということが多いとされていますが、非常に活動性が盛んになる時期ですので、成長痛とかスポーツ外傷などと混同されて診断に結構時間がかかることが珍しくありません。で、予後に関わる因子としては、転移があるかどうか、当然転移がある方が予後が悪くなります。あとは手術が難しい体幹部とか脊髄などの体幹部、また骨盤部の原発のなどの腫瘍は予後が悪いというふうに言われています。あと発症年齢が高い方が予後が悪いというふうに考えられていますし、当然腫瘍が大きい、腫瘍体積が大きい方が予後が悪い、あとは化学療法に対する反応性が悪い方が予後が悪いと、こういった因子が予後因子というふうに考えられています。で、転移がない限局性の腫瘍の5年の無病生存割合というのが
約 70% 前後であります。でそれに対して転移性の腫瘍の場合には、まあ、研究によってまちまちいろんな報告がありますけども、まあ、大体 20% から 30% の5年無病生存率ということで、若干不良になっています。でこれがユイング肉腫の病理ですけども、非常に細かい腫瘍細胞がびっちり増殖しているようなこう腫瘍でありまして、腫瘍細胞と腫瘍細胞の間の間質と呼ばれている部分が非常に少なくて、あまり特徴がない組織です。で、まあ、リンパ腫なのかとか他の肉腫なのかとかの鑑別がこの基本的な病理染色である、まあ、HE 染色だけではちょっと判断が難しくて、免疫染色とか分子学的な診断を併用しないとなかなか診断がつかない。そのために診断まで少し時間がかかることが結構多いです。で、分子学的な異常に関してはこの11番染色体とこれですね、11番の染色体と22番の染色体が相互に入れ替わってしまうんですね。こことここがこう入れ替わっています。これが染色体の相互転座といいますが、22番の染色体にあるこの EWS という遺伝子と11番の染色体にある FLY1 という遺伝子がくっついてしまう。こういう形でくっついてしまってキメラ遺伝子っていうのを形成してきます。染色体と染色体が融合して正常ではありえない遺伝子ができてしまう。でそれをもとに作られたタンパク、キメラタンパクが細胞 の増殖とか発がんに対して、まあ、非常に重要な転写活性を持ってきて、まあ、がん化につながるというふうに考えられています。実際こういう繊維が細胞の細胞株に対して EWS フライワンを導入してみると、まあ、明らかなこう形質の異常を伴ってくるということが実験でも確認されています。で、まあ、代表的なのが、まあ、フライワン EWS とくっつく遺伝子として代表的なのがこのフライワンっていう遺伝子です。でこれが大体 85% ぐらいあります。でその他に ERG っていうのが10から15% ありますが、その他にもスーパー 1% とか 2% っていう稀な転座パートナーが存在します。まあ、こういったことを調べることも診断にとって重要になってきます。でこれは画像検査になります。これは肩の骨、肩甲骨っていう骨にがここら辺のところ部分が非常に通常の骨の表面というのは非常に滑らかな構造をしているんですけども、毛羽だったようなこう形になって骨の内部が虫食い状にこう抜けたような形になっています。単純レントゲンだけではこう腫瘍があるかどうかというのははっきりわからないんですが、まあ、こういった骨の変化を見て、まあ、腫瘍を疑うという形になります。でこちらが MRI 検査の画像で、 MRI で見ると明らかにここに腫瘍が存在するのが分かります。これは同じ患者さんで肩甲骨のところに、ここが肩甲骨のところですけども、そこに腫瘍が存在します。さらにペット MRI とかペット CT などを取るとその腫瘍のところに明確にこう集積が生じているのが分かります。で、まあ、次に治療の歴史についてちょっとお話ししたいと思います。でユイングさんが最初に報告した、まあ、今から100年前の患者さん、まあ、ユイングさんの論文の中にこういった患者さんの経過の報告がありますので、それをちょっと説明させていただきます。1918年に発症された患者、14歳の女の子です。で最初は抗リーズトキシンっていう連鎖球菌なんかの菌体毒素を用いた治療薬だそうですけども、それを腫瘍に注射する方法で治療されましたが効果がなかったということで、翌年の1919年の4月からラジウムパックによる放射線治療を始めた。でそれで非常に有効でありまして、レントゲン上も腫瘍がほぼ消失したという形になっています。で骨肉腫はほとんど放射線治療が効かないので、まあ、こういった骨原発の腫瘍で放射線に非常に感受性が高いということで、まあ、骨肉腫でない腫瘍というふうに考えられます。で2020年の10月に再発されて亡くなっていますが、だいたい2年ぐらい
治療することによって生存することができたという患者さんです。で、この当時抗がん剤はもちろんなかったので、放射線治療だけでもこういった形で治療が行えたということです。ただ放射線治療だけですと治療成績はこちらですね、 10% 以下という形、上の白いところがこう治療成績になります。原曲性の有無肉腫の治療成績で、50年代の時には50年代ぐらいまではまだ手術と放射線治療しかなかったので、治療成績は非常に悪かった。で、60年代ぐらいになってくるといろんな抗がん剤が出てきて単剤で治療ができるようになってきました。それぞれビンクリスチンとかアクチノマイシン D とかシクロフォスファミドなんて現在も使われているような抗がん剤が出てきて、で、それを今度60年代後半になりますと、このバック療法っていうか、ビンクリスチン、アクチノマイシン D、シクロフォスファミドを組み合わせた多剤併用療法という形で行われるようになっています。これは肛門筋肉腫の標準的な治療になる治療ですが、ユイング肉腫でもこれで治療されております。で、さらにその後70年代になりますとドキソルビシンというお薬が加えられます。それによって治療成績が飛躍的に向上しています。で、さらに1990年代になりますと、それに加えてイホスファミド、エトポシドによる IE 療法がそこに加わることでさらに治療成績が向上して、当初この 3週間間隔でこの行ってたんですけども、その後2000年代になりまして、米国で2週間間隔でその VDC 療法ですね、ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロフォスファミドによる VDC 療法とイフォスファミド、エトポシドによる IE 療法を2週間間隔で行う治療が出てきまして、これが今現在の米国の標準治療になっています。ヨーロッパでも同じような治療開発の歴史があるんですけども、ちょっと時間の都合上今日は省略させていただきます。で、これが2週間間隔の VDCI 療法の有効性を示した生存曲線になります。この横軸が時間軸で、月を示しています。20ヶ月、40ヶ月、60ヶ月という形の月時間の流れで、この 縦軸が生存率で 1.0 というのが 100% ということです。時間経過とともにだんだん生存率が落ちていきますが、3週間間隔の VDCI 療法に比べますと2週間間隔の VDCI 療法の方が上に行ってますので、優れているというふうに考えられます。これはヨーロッパの標準治療でありますユーロユイング99という治療になります。バイデと呼ばれているビンクリスチン、イフォスファミド、ドキソルビシン、エトポシドによる寛解導入療法が6コース行われて、その後、バイとかバックと呼ばれているような強化療法を術後手術の後に行うというふうな治療の流れになります。ちょっとこれも詳細はちょっと省かせていただきますが、治療成績はほぼ米国の VDCI と同じぐらいです。この治療成績が78% とか 75% で出ていますが、これは3年の成績ですので米国の5年の成績と比較するとほぼ同等というふうに考えられます。で、現在この米国の標準治療である VDCI 療法とそのヨーロッパの標準治療であるバイデという治療をランダム化試験ですね、患者さんにそれを割り振ってそれぞれどちらが優れていた治療かっていうのを比較する試験を、ヨーロッパで行っているところです。結果はまだ出ていないので、どちらがいいかどうかはちょっとまだお話はできません。で、転移性のユイング肉腫と再発ユイング肉腫に関してはまず転移性のユイング肉腫ですけども、大体4分の1ぐらいの方が初発時に転移を有しているというふうに言われています。で、5年の無病生存率が25から 30% ぐらいでありますけども、肺転移のみであればもうちょっといい成績が得られています。ただ骨と骨髄転移を有する場合にはむしろ成績は悪くて、5年の無病生存率は 10% から 15% という非常に厳しい成績になっています。いろいろ世界中でいろんな治療が試みられていますが、まだこれが有効だというふうな標準治療は定まっておりません。再発
ユングニク種も同じような形で、まあ、治療成績は非常に不良であります。で特に診断から2年以内の早期の再発の場合には5年生存率は 10% 以下でありまして非常に厳しい状況。ただ最近テモゾロミドっていう新しいお薬がもともと脳腫瘍の治療薬なんですけども、これがユングニク種にも承認されまして、現在保健所で使うことができます。保険治療として使うことができます。まあ、標準治療は定まってないんですけども、日本ではテモゾロミドっていう新薬と、まあ、イリノテカンを組み合わせた治療で治療しているかとかことが多いと思います。で日本の臨床試験についてこれお話しします。でこれは2004年から始められた JES04 研究という3週間間隔の VDCI 療法を見た研究になります。5年の無増枠生存割合が 69.6% と欧米の臨床研究とほぼ同等の成績を得ることができました。でこれは臨床研究という形をとって手術とか放射線治療という局所療法を、まあ、一定の方針で行うことができたということが大きいんじゃないかなというふうに考えられています。でその後引き続きまして、私が研究代表しております JES14 研究が2週間間隔で治療を行うような形で始められています。で予定登録数は66例でと研究機関として登録期間は大体6年を設定しています。で2016年の2月からこの研究が開始しています。でビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロフォスファミドという VDC 療法に加えてイフォスファミド、エトポシドという IE 療法を交互に2週間間隔で交互に行っていくような治療の流れになります。で寛解導入化学療法を12週間 6コースの化学療法を行った後に手術をするできるかできないかという判断をします。手術可能な群に関しては手術を行って、その腫瘍の変異ですね、腫瘍の変異にある程度の一定の割合のマージンというのをつけてくると、まあ安心して切除できたという形、ある一定のマージンより以下のそのマージンになってきますと、まあ切除炎が不十分だということで放射線療法が追加になってきます。こちらの形で、放射線療法と化学療法が併用して行うような形です。それに対して、まあ、十分なマージンが取れた部分、腫瘍に患者さんは、放射線療法は行いません。で手術ができなかった患者さんに関しては36グレーの術前照射を行いまして、その後手術ができるかどうかもう一度判断します。手術が不可能な人はそのまま放射線治療を継続しますし、手術が可能な患者さんはやはり十分なマージンを取って切除できた人はそれ以降の照射を行いません。で手術が行って十分なマージンが取れなかった場合にはさらに追加の術後照射を行うという形になります。でまあ、化学療法、ユングニク種においては化学療法だけで治すのは難しくて、局所療法というのが非常に重要になってきます。局所療法というのは手術とか放射線治療になりますが、放射線治療だけですと局所再発率が結構高いんですけども、手術と放射線療法を組み合わせると非常に局所制御ですね、局所の再発を減らすことができるということが分かっていますので、その切除炎をしっかり考慮したその治療判断というのが非常に重要になってきます。で、まあ、そういったその局所療法の治療の方針とか切除炎についての判断というのは施設だけの判断ですとちょっと難しい、経験が乏しい、非常に患者さんが少ない腫瘍ですので経験が乏しくて非常に難しいところがありますので、臨床研究に参加いただくと全国のエキスパートにそういったことを相談することができるというメリットがあります。でこれが現在の JES14 の参加施設になりますが、現在40施設で治療を行っています。でもうすぐこの赤で示した10施設が登録されまして、9月ぐらいからは患者さんの登録ができるようになる見込みです。で新規治療についてですけども、いろいろな治療があります。さっき荒川先生のお話にも出たカーティーを使った治療もありますし、その上にアンチ CD99 と呼ばれているような抗体療法もあります。この IGF-1 のレセプターですね、
インスリン・ライク・グロース・ファクター1というののレセプターに対する抗体療法も開発されています。あと、まあ、ゾレンドロ酸と呼ばれているような骨転移を防ぐようなお薬も実際ヨーロッパでは臨床試験が行われていますし、ベバシズマブと言われている血管新生を防ぐようなお薬も、まあ、有効ではないかなというふうに考えられています。さらに EWS とフライ1に対しての作用するような新規のペプチドも有望視はされていますが、実際治療開発が進んでいる新規の薬というのはほとんどないに等しい状況です。その IGF-1 の抗体については米国で今臨床試験やっていますが、あんまりいい話は聞いていないような形ですし、カーティに関しても、まあ、白血病で、先ほど荒川先生のお話にもあったように白血病で実用化されていますので、まあ、有望ではあるかと思うんですけども、少し固形使用ということでまたちょっと特殊な状況があります。で、実際本当に有効かどうかっていうのはまだ臨床試験が進んでいないために現在のところまだよく分かっていません。カーティは患者さんの血液を取り出して T リンパ球を取り出して、そこに遺伝子導入をして腫瘍細胞を攻撃できるようなリンパ球をいっぱい作って、それを患者さんに点滴で戻してあげる、それが腫瘍細胞を攻撃するということですけども、白血病はここの細胞がこうバラバラに存在するんですけども、固形腫瘍はまとまって存在するので非常に防御機構がこういろいろあるんですね。で、実際なかなかこ うまく攻撃できるかどうかっていうのは、まあ、いろいろな工夫を行っていかないと難しいんじゃないかなというふうに考えられます。なので、まあ、実用化にはもう少し時間がかかるんじゃないかなというふうに考えられます。で、現在米国の小児がん治療グループ COG というところと、あと NCI というナショナルキャンサーインスティテュートというところでゲノム解析を行って対象になるようないろんな遺伝子を見つけて、それに対しての薬を使いましょうっていうふうなこうマッチトライアルっていうのが米国では今行われてきています。2018年の末から始まっています。日本でもゲノム解析はまあ、だんだん行われる時代になってきてますけども、ただ遺伝子異常が分かってもそれに対して使える薬っていうのがあまりないので、特に子どもの場合はですね、そうすると、まあ、異常が分かったところでどうするんだって話がこう出てきて、それがやっぱり大きな社会的な問題に今後なってくるんじゃないかなというふうに考えられます。で、最後にですけども、まあ、ユイングニク腫っていうのは我々小児内科医だけではなくて、整形外科の先生とか小児外科の先生とか放射線治療の先生、複数の診療科がこう協力してやっていかないといけないということで、まあ、そういったその協力体制を作るというのは非常に重要になります。で、特に局所療法をきちんと行うためには、まあ、そういったところが重要なポイントになってきます。で、さらに希少疾患であるために各各々の施設の症例検査数も非常に少ないので、まあ、そういったことを非常にこう全国のエキスパートに相談して一定の治療方針で行うっていう臨床研究っていうのが非常にやっぱり重要になってくると思います。まあ、今後、まあ、こういった臨床研究のご協力をよろしくお願いします。ありがとうございました。佐野先生ありがとうございました。まあ、先ほどまでの白血病とはちょっと異なってですね、まあ、腫瘍ということで手術であるとか放射線治療であるとかそういう集学的な治療が非常に重要だというふうな言葉がありましたが、それが非常に印象的だったかなというふうに思いますが、フロアの方から質問等ありましたら質問用紙の方をスタッフの方にお渡しいただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。あ、はい、どうぞ。画像診断システムっていうのは遠隔読影のシステムみたいな形でやられるんですか。あ、はい、そうです。クラウド内に画像を上げて、まあ、個人情報が入らないような形で画像を上げていただいて、タブレット端末とかコンピューターとかから全国のそのパスワードを得ることができる先生は全国どこからでも見ることができます。それによってその画像を読影して治療方針を立てるということが可能になります。他いかがでしょうか。あ、どうぞ。遠慮いりませんので。先ほ
ほどの手術の臨床試験のすごくクローズがあったと思うんですけども、あの試験の場合はコントロールっていうのは何になるんですか。例えばその手術をした後に放射線を加えてやったら過去の治療に比べて良くなったかどうかっていうのがどうしても 何と比較して良くなったかベストかっていうのを判断されるのかを教えていただける、はい、それは非常に重要なポイントになるかと思いますけども、あの患者数がかなり少ないので年間ですね、実際この試験に入ってくる患者さんって10人程度ぐらいしかいないんですね。そうするとあのコントロールを作ってしまうと試験自体がもう成り立たなくなってしまう、それぐらい患者さんが少ない病気です。なのであのコントロールとして考えるとすれば過去の臨床試験の成績とかそういった形、先ほどの白血病とかとはやっぱ患者数がもう全然桁が違うので、まあ、そういった形ではちょっとできないという状況です。大丈夫ですかね。また後であの総合 の討論の方もありますので、またそちらの方でもし質問があればあの、質問を出していただければというふうに思います。佐野先生に改めてあの拍手の方をお願いしたいと思います。ありがとうございました。